ソロベツキー修道院を8階から眺める、ソロベツキー修道院は北、ロシアにおけるキリスト教、正教会最大の城塞を備えた、修道院。ソビエト時代初期には強制収容所及び刑務所として、機能し、後のグラグの前身ともなった。ソロベツキー諸島に一致していることから、この修道院の運命は浮き沈みを繰り返し、数々の軍事的な攻撃にもさらされてきた。 修道院の中で最も重要と目される建造物は、モスクワフ主教フィリップ2世がこの修道院の転院であった16世紀頃のものである。ソロベツキー修道院は1429年、後半にキリロベロゼルスキー修道院の二人の修道士ゲルマンとサワティによって設立された。以後16世紀に至るまで、修道院はその領地を急速に広げ、それは、 八海沿いの海岸と八海に注ぐ川にまで及んだ。この中には、ノブゴロド人であったマルファ・ボリーツ海ユによって1450年に活上されたケミとスンマンも含まれる。修道院は生産活動及び貿易も拡大していき、八海地域の経済及び政治の拠点として成長した。修道院の手のひらいはツァーリ及び総主教によって直接指名された。 1694年には、ピョートル一世がソロベツキーを訪れている。ソロベツキー修道院の収入源は、生園、海産物の販売、仕掛けを用いた狩猟、漁業、キララの加工、鉄工業、真珠の加工などであり、これには、多数の労働力を必要とすることとなった。17世紀までにはすでにソロベツキー修道院は350の修道士、 600から700の召使い、熟練校、小作農民を有していた。ニーコンソー主教が始めた儀式改革により、ソロベツキー修道院へ1657年に、モスクワから新たな内容の祈祷書が送付されてきた。しかし、修道院の長老会議は、その使用を拒否し、古い儀式を堅持する古儀式派を支持した。 その後もソロベツキー修道院では従来通りの祈祷が行われていた。1666年から1667年にソロベツキー修道院の人々は古い儀式を守るために五通の単願書を皇帝に送った。1667年7月23日に当局は改革支持派のヨシフを手のひら印に任命したが修道院は彼を追放しニカノールを 手のひら印に選出した。このことは当局側からは公然たる反乱とみなされた。1668年に政府はソロベツキー修道院に軍隊を送ったものの修道院側からは8年にわたる頑強な抵抗を受けた。この抵抗は当局などからソロベツキー修道院における反乱と呼ばれた。1676年1月18日 内通者の手引きにより、政府軍は、修道院を占領した。反乱に参加した者はほぼ全員が殺害された。1765年には、ソロベツキー修道院は総主教を呼び、教会会議直属の修道院となった。クリミア戦争時、艦隊から砲撃を受ける、修道院、ソロベツキー修道院は、ソロフキのクレムリーと呼ばれている。サムスコイと ケミの取り出策を合わせれば、ソロベツキー修道院はナンダースモの大砲と強力な駐屯部隊を持った国境に面した要塞に相当した。16世紀17世紀にはスウェーデンによる数回の攻撃を退りけ、クリミア戦争に際してはやってきた三帝のイングランドの軍艦が7月6日から7日にかけく時間に渡って修道院に砲撃を加えた挙句、得るところなく、 退却に追い込まれている。上述のように、修道院は政府軍の攻撃にも8年間耐えた。16世紀から20世紀初頭にかけては、ロシアの先制政治や政党協議に反対したものの、流刑地及びきた、ロシアにおけるキリスト教不協の拠点となっている。修道院は文書や古書の一大書庫も有している。 修道院内の庭園はエキゾチックな植物を有し、修道士たちの誇るところとなっていた。その中には、チベットの高層ワグワンドルジェフから送られた、チベット野生種のバラも含まれる。10月革命の後、ソビエト当局は、ソロベツキー修道院を閉鎖し、ソロベツキー諸島に強制収容所と刑務所を設けた。 刑務所では主に木の伐採が行われ、木を切り尽くしてしまうと刑務所は閉鎖された。この収容所での労働や拷問の生惨な実態は、アレクサンドル・ソルジェニーツィンの小説、収容所群島に描かれている。第二次世界大戦前には、海軍士官学校が設置されている。修道院を構成する等の例。セルゲイ・プロクジンゴルスキーが1915年に撮影したもの。 ソロベツキー諸島の文化と歴史遺産群はソロベツキー諸島のブラゴポルチア湾沿いに位置している。ソロベツキー修道院の領地は7つの門と8つの塔を伴った高さ8から11メートル、厚さ4から6メートルの巨大な壁によって囲まれ、それらは主に長さ5メートルの巨石からなっている。修道院内には宗教的な建物もあり、それらは 複合的な住居や居住区によって囲まれている。生新女終身大聖堂に付随する食堂や、旧聖主権栄大聖堂、生新女福音大聖堂、ストーンチャンバーズ、水車語や、首郎などがその例である。今日では、ソロベツキー修道院は歴史及び建築士の、博物館としての役割を負っている。ロシア国内で最も早くユネスコの世界遺産に、 登録された建造物でもある。修道院では修道士たちが聖教徒としての生活を復興しつつあり、現在約10名の修道士たちが修道院で暮らしている。ソ連崩壊以来修道院は修復、補強されており、現在もそれは続いている。2002年8月末には小儀式派の教会の代表者らの生願により、17世紀の 牢城戦において、修道士が処刑されたバビアルダ島に、彼らを追悼する6メートルに及ぶ十字架がヨシフ・テノヒラインの祝福とともに設置された。AB 日本ハリストス聖教会による訳語1998。 1 3 1 h t t p k a m e l o p a r d a l i s l i v e j o u r n a l c o m スラッシュ58730 html 58730 html-http://solovki-monastyr.ru スラッシュ abay スラッシュリバイバルスラッシュありがとうございます